Hola, pessoal, Babara です。今日はタスクをクリアするために農場に来ております。タスクのですね、3つかな、クリアするために来てて、1個は牛を近接武器で倒すのと、ラバガーを倒すのと、犬を2匹育てるっていうクエストなんですけど、犬はまず2匹いないから、迎えに来てて、で、ラバガーは、まあ、倒すしかないから倒してで牛ですね。今回の一番の問題は近接武器で倒すとなるとちょっと苦労するので、楽に倒せないかなと思った方法を、まあちょっと先に銃でいっぱい攻撃して、最後の一発だけ近接武器で倒すっていうのですね。これでクエストクリアできるかどうかを検証していきたいと思います。では今日もよろしくお願いします。でさっきからずっと左上ら辺の影がですね、うろちょろしてると思うんですけど、あれ多分絶対人間ですねゾンビくんがああいう風に動くことないんで、ほらもう人ですね。やだやだ、最初から出てこられると困る。今回何を考えてたかわかんないんですけど、武器とか服全然持ってきてなくて、多分ぼーっとしてたんでしょうねなんでこんな軽装備できてるの、全然武器ないじゃん。銃は3丁も持ってきてるのに普通の剣とか普通の武器全然ない、何しとるのみたいなあと回復も全然ないんで、なるべく節約していきたいんですけど、どうだろう、できるかな。節約って言いながらずっと銃ぶっ放してるんですけどしょうがないですね。あ、これで服はちょっと手に入りました、よかった。あー大丈夫かな、なるべく死にたくないんです。なんか死んだ時に何日間生きましたみたいな数字出るじゃないですか、あれ見るとすごい悲しくなって、私こんだけ生きてたのにもう死んだのみたいな、下手したら数時間前まで生きとったのに、生きとったのにっていうか数時間前に死んだばっかのにまた死んだのみたいなそれがね、悲しくて死にたくないんですけど、でもね、誰の動画だったかな、最近あれいろんな人の動画見て参考にするといいですよっていうのをいただいたんで、ちょっといろんな人の動画見てるんですよ。で私少しポルトガル語わかるし、日本語もわかるし、英語わかんないけど見ればわかるかなと思っていろんな人の動画見てて、あれあれ何だったかな、あれもできたらこれと交換するよっていう人、なんだっけあれ商売人みたいな人のところでわざとそこで死んで、で何その人のとこから家までのエネルギーを節約してる人がいて、めっちゃ頭いいじゃんこの人って思って確かにその手ありますね。まあそういう死に方だったらまだいいかなと思いますねえ、ちょっと頭のいい死に方をこれから私はしていこうかなと思ってますけど、なんだろう、心が痛いです。なんかさすがに、ね、自分っていうか自分の分身が死んでる姿を見るのはとても心の痛むことでなんだろうね、まあ頑張って生きていこうと思いますはい。でその武器なんですけど、こうバットとか、まあ、言っちゃえば、斧とか、トンカチみたいなやつですね。ああいうのって長い武器で、普通の剣とかと比べて、なんか、ボタンを押してから振り下ろすまでの時間、結構あると思う。あるっていうか、時間かかるっていうか、剣より早くないんですよ。長い武器で攻撃すると、なんか、何、壁取りね、すると、相手の攻撃を食らう確率が高くなるので、壁取りの時はね、やっぱ剣とかあった方が、短い武器があった方が楽かなとは思います。はいでは牛さんの検証をしていきましょう。最初はね、銃をぶっ放して、ラストどうだろう、10ぐらいあればいいかな、ラスト10ぐらいの体力を残して、1回エリアから出て近接武器で一発パーンってやったら、近接武器で牛を倒せっていうタスクはクリアできるかどうかっていう検証です。はい、あ、長かったねもう説明苦手なのにこんな長い文章を喋るって考えると、私すごい頑張ったはい、今どれぐらいだろう、
100か。あと一発、はい、今後17もあれば大丈夫でしょ。17もあれば17だったら、まあ、一発叩いたら死んでくれると思います。あーどうだろう、これでクリアできたらいいな。近接武器で倒せっていうやつを真に受けていいかどうかですよね。ずっとバカみたいに近接武器で戦っとったら何回もエリア出たり入ったりするか、真っ向勝負で回復しながらタタタって戦うか。私そんな勇気ないんで。あ、汚染された牛を近接武器で倒すっていうさっきのタスクですね。あれをやっていこうと思います。できるかな。まあできなかったら他のあと2体いると思うんで、牛を近接武器でエリアから出ながら倒していこうと思います。こっちに来たら行きます緊張してきた。行きますよ。あ、タスククリア、よかった。タスククリアしました。だもんでね、銃で、ある程度体力減らしてから普通の近接武器で最後ね、最後近接武器で倒せば大丈夫みたいなことでした。よかった。あ、キャップも手に入ったし嬉しいな。早くスロットやりたいです。スロットと魚釣り一番の癒しですねもはやゾンビゲームじゃないというね。もうスロットだってカジノだしみたいな魚釣りなって魚釣りだしみたいな、でもね、いろんなことできて素晴らしいゲームだと思いますで、あとは向こう半分とかラバーがですね、残りの牛はもう倒しません。無視していきます。おう、まだいたの。まあいるだろうけど嫌ですねできる限り出てきてほしくないです。人間大嫌いここゾンビゲームですよって思いますよね、本当。まあ、しょうがないんで倒していくんですけども、大丈夫かな。もうね、回復全然持ってないからほんと困る。こういうの、よし、行きましょう。大丈夫かな、死にたくないな危ないあ、来た来た。先にね、小さい子たちから倒すのが好きなんですけど、見てあれ、あの暴れ巨人の後ろに子供みたいについてくるやつがいた今あー、もう来るならまとめてよって。よし、いいですね。さすが刀、刀は強いし。あー、待って。あ、まあ、私銃以外持ってないんじゃない？あ、あった、一個刀は。よし、オッケー。倒しました。でね、この、の取って、あ、取り残された子。でこれも倒してこっちも行って、私このエリアで好きな戦い方、まあみんなそうだと思うけど、片側を先に倒して、次例えば左の上と下を倒した後に次右の上と下みたいな感じで倒していくのが好きです。で、まあ、基本あの左側は牛一匹しかいないんで、その牛を倒すか、まあ、倒さなくてもいいけど、あの斧で切るチェスト、青色のチェストを、あれ
壊した後、壊してる間すごい音が出るんで、その時にゾンビがいっぱい来るんですよ。そのゾンビたちから逃げる道を作っておきます。そうじゃないとね、途中で牛にばったりやって、あの牛に追いかけられたらたまったもんじゃないんで足遅いって言っても一発食らったら死んじゃうと思うんで、なるべく牛には関わらないようにするか、避けて通るようにします。あ、一緒かあーもう何でもいいや。はい、あとこの2匹で次ラバーが、あ違うわ、まだ家があるか、家の中やってラバーがですね。あ、そうだ、あのですね、ちょっと最近いいこと思いついちゃって、あれあれ、キャップあるじゃないですか、スロットの。あれ私思ったんですよね、なんかキャップの配置っていうかパターンを覚えちゃったらあれなんじゃないかと思って、好きなキャップを開けれるんじゃないかなと思って。言いたいこと分かります？なんか4つかなの色のキャップが3つあってこう並んでるんですけど、まあ、何計算したら何十通りもあるけど、ゲームだからパターン決まってるんじゃないかなと思って、それを覚えたらもしかしたら好きなの弾けるかなと思ったりしたんですけど、どうでしょうね。ちょっと説明下手で何言っとるか分かんないんですけど、まあいいや今度検証していこうと思います。いいや、とりあえずここ倒したので次ラバガーを倒しに行こうと思います。ラバガーはですね、あれラバガーでやってるっけはですね、あの銃が2丁あれば倒していけます。ラバガーあった、だいたいね、こんなちょこっと歩いて撃って、ちょこっと歩いて撃ってって言ってたら、あの攻撃もされずに橋あの倒すことできるんですけど、最初はね斧とかトンカチとか、まあ、いろんな、銃じゃない武器で倒してたんですけど、やっぱそうすると怖いんですよ。走ってくるわ、ゲロ吐いてくるわ、あのパンチしてくるわ、服は脱げるわ、体力がギリギリになって回復薬が足りないわで大変だったんで、もうそれからね、銃がこんなに楽なんだって思ってからずっと銃で倒してます。見て、もう全然怖くないこんなに楽に倒せるんですよ。これはでも銃使うしかないでしょってね。ほんとね、私いわばズボラズボラな人間ですね。ズボラでやってるのかな、とりあえず楽して生きていこうと思ってる人間なので、まあ、こんな感じでいいと思いますとりあえず倒したんで、チスト、オイルのチストですね、こちら開けていこうと思います。いいもの入ってますように。で逃げる、ゾンビ来るんで逃げます。あ、出てきた。で、お引き寄せて、ちょっとずつね来てくれたら全然怖くないですね、これ。あーにしてもこの風景いいですよね。ここでみんな倒していくから、みんな溜まっていくのがねすごくいいと思う、私好きですあー自分こんなに倒したんだ、幸せって思いながらいつもね最後の辺こう眺めて優越感に浸ってますあー、では残りのゾンビとねチェストを開けに行こうと思います。あー、これねいちいち戻るのめんどくさいな。あ、そっか、戻らなくては本当は良かったのかな。家で壁取りできるから、そこ、あ、でも、うん、危ないかな、やめとこう。こっちでね、壁取りしていきます。ててててててて。めっちゃ速いよ。4倍速なんですけど、今めっちゃ速いですね。もうパンチが見えない。はい、倒しました。危ないですね。もう、お腹空いたし、喉乾いたって言ってます。あ、こんな感じ。やっぱねこのチェストいいですね、いいもの入ってる、好きです。で必要なものだけ持って帰ります。一旦ね全部農場のチェストに入れてから、こうやって本当に必要かどうかっていうものを見定めて入れてきます、自分のリュックに。はい、こんな感じでしたね。またね、あのそのチームス要塞クリアっていうか最後のあの挑戦動画と
か、スロット動画とか警察署動画とか上げていこうかなと思ってます。はい、ではご視聴ありがとうございました。またの機会あったらよろしくお願いします。チャオ、ビーシュ、バイバイ。